オンラインで開かれた買い物環境確保に係る対策協議会ではトスクの親会社である JA 鳥取稲葉や A コープを運営する JA 鳥取中央がスーパーの店舗継承について東宝ストア、S スマート、サンマート、渡辺水産のいずれも県内で営業する4社が関心を示していることを報告しました。閉店のの意向が示されているのは 県東部のトスク9店舗、県中部の A コープ4店舗ポプラ JA など3店舗で店舗継承の話し合いは店ごとに進められるとみられ A コープの2店舗が先行しています閉鎖される店の従業員は鳥取稲葉が262人鳥取中央が62人でそれぞれの JA が正社員などを受け入れるほか 継継承後のの企業ででパート社員などの継続雇用を図る考えですまた、若狭町の上川町長は、9割以上の町民が町の公金を投入してでも店舗を維持すべきと考えているとのアンケート結果を紹介し、連携を取りながら解決策を模索する考えを示しました。